芥川靖さんというと、まあ、私なんかは映画と日本のね、映画とか、テレビドラマの音楽を、まあ、昭和の時代ですけれどやってらして、もうお名前もよく知っているし、お兄様は芥川博さんという役者さんでもいらしたし、まあ、もちろん芥川龍之介の、息子さんっていうことはあるんですけれども、まあ、割と身近に感じる作曲家の方ですね。ですよね。芥川靖さんはやはりカーチュンが愛している伊福部昭さんのお弟子さんなんです。なんかそうなんですね。オスティナートっていう今回の曲目そうのなんで題すの。よ。コンチェルとオスティナーオト。スティナートっていうのはこうリズムのこう必要なというかね、繰り返し、同じリズムを繰り返していくうちに聴き手も演奏家もみんなが何か高みに、それトランストロータラにンス入っ状て態に、く。その効果を伊福部昭さんも芥川靖さんも実は音楽のものすごく大事なところで使っていって、で芥川さんの曲というのはとにかくおしゃれなところもまた魅力になるんです。ちょっと反すること言いますけども、伊福部昭門下ですから土着的なところもあるんですけども、音楽のこう跳躍する感じ、前へ前へとエネルギッシュに進んでいく感じ、興奮しますよ、これ会場で聞いたら。なんかトランス状態に入りたいです、もう。で、しかも佐藤春馬さんチェロのもうね、ね、大好きです。若い方ですけど、この方ベルリンに今在住のまだ24歳と。これはね、カーチュン佐藤さん日本フィルがね、まさにこう三位一体、三位一体になるのか、三者がこうそれぞれ主張し合うのか。いやー、それは楽しみです。じゃあ芥川さん、カーチュン、佐藤春馬さん、ちょっとね、近年伊福部昭さんと芥川さんの曲っていうのはようやく蘇ったというか、特に若い世代の音楽家や新しい世代の音楽ファンが伊福部昭さんや芥川さんの音楽に、つまり僕みたいにその昔の伊福部さんや芥川さんをその存命中から知ってる、存じ上げてるっていう世代のファンではなくて、もっと若い世代若いでファすンね。が伊福部昭さんと芥川さんの音楽クールだよねという、それからどうしてこれ演奏されないのっていう素朴な疑問が、そうした声が後押しして、こうして今日本フィルの定期演奏会などで、伊福部昭さんっていうのは今ね、日本フィルの定期でもね、そうです。でもカーチュンも大好きだしね。カーチュンは前にもお話ししたと思うんですけれども、バルトークとかね、好きなんですよ。オーケストラのための協奏曲とか、そうした作品でクリーブランドで大成功したり、ヨーロッパでキャリアを作っていく時にね、バルトークというのもある意味でヨーロッパの中でのこうちょっと民族的なハンガリーの音楽をですよね。ですから今回はバルトークではなくて、チェコのやヤナーなチェックがメインなんですけれども、正確にはモラビアの作曲家というのがヤナーチェックを紹介する時の正しい言い方です。そうなんですね。チェコも違うんですね。モラビアととボボヘヘミミアア。が、その文化は全然別で、とにかくね、リズムがね、これをね、ヤナーチェックのシンフォニエッタ聞いてください。リズムが。こう「タタ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 タ」とかっていうね、わっ、何これみたいなね、こう血は気肉躍るリズムが登場そうですか。しますし、あとその旋律の歌わせ方がどこか、スラブ的だったり、どこか東洋的だっちょったとり、懐かしさを覚える。ノスタルジックな調べが出てきます。で、なんていうことも大事なんですが、このシンフォニエッタでは最初と最後にオーケストラとは別に金管楽器のアンサンブルが重要というか大活躍するんです。そうですか。金管楽器の人たちが一列に並んでるのを見ただけでね、気持ちがね、華やぎますなります。ね。そして音もそうですし、じゃあ、祝祭感っていうので、次にまたカーチュンがこの先につなげていく、なんか一つの、なんて、
スタートのいい形になりそうですね。僕はそれをね、カーチュンは意識してると思いますね。そうなんですね。シンフォニエッタで、うん、祝祭を作るんだけども、うん、この祝祭は、うん、秋への祝祭のプレリュードですよと、なるほど、はい、とカーチュン言うでしょうねねえ、やっぱりいろいろこれは絶対考えてます、うん、なるほど、うん。